わかりました。では、剣心様と剣女さんは、そこの木の前に立っていただけますか。何をする気だ。俺は剣心様、ラマル君は剣女さんに向かって手裏剣を投げます。ギリギリでお二人に当たらない位置を狙いますから、絶対に動かないでください。へ、なるほど。俺たちに当てたり逆に大きく外れすぎた場合は負けということか。その通りです。待って、むちゃくちゃすぎるよ。まったくだ。なぜ私が的になるような真似をせねばならない。おじけづいたか、剣によ。上杉剣心、お前はこの土地狂ったやり方に乗る気か。当然だ。サスケを鍛えたのは俺自身、何も恐れることはない。よし、サスケ、お前がどれだけ腕を上げたか見極めてやる。これが主従の絆。そんな、いや、それなら俺だって負けるわけにはいかない。賢女様、よろしくお願いします。本気か。仕方あるまい。準備は整った。さあ来い。行きます、剣心様。まだまだだな、剣心様。木に刺さる前に全て刀で叩き落とされたら勝負になりません。まあ正直こうなる予感はしてたんですけど。ねえ、俺の感動返して。今度は二人がかりでかかってくるがよい。そういう趣旨じゃないんですったら。くだらなすぎる。この対決は一体いつになったら決着がつくのだ。そうですね、そろそろ本気で決着をつけないと。剣心様が飽きて暴れ出すかもしれないし。お前にとって上杉剣心は猛獣や珍獣の類なのか。いえいえ、尊敬する主君ですよ。本当かな。あ、そうだ。だったらこの際、剣女様と剣心殿のどっちが優れてるかで勝負するのはどう。乗った、行くぞ剣女。どうどう。剣心様はまず刀から手を離してください。蘭丸君が言いたいのはこういうことです。忍びは主君の影となり守るもの、つまり使える主君の器が忍びの道を左右すると。うんうん、剣女様は怖い顔をしてるけど、同門の僧侶たちからは尊敬されてるし、趣味は動物の餌やりだし、俺が小さい頃道に迷って泣いてたら迎えに来てくれたし、最近は怖い顔な上に厳しい態度を取られることも多いけど、風邪をひいたらお粥を作ってくれたりするし。おい、昔の話ばかり持ち出すな。それと怖い顔は余計だ。そんなこと言ったら剣心様だって戦をさせたら軍神だし、めちゃくちゃな行動する割に義理がたいところがあるし、こう見えて部下愛が深い。欠点は酒を飲むと余計に手が負えなくなるところと、定期的に戦をしないとダダをこね始めることと、退屈すると切りかかってくることくらいだ。欠点が多すぎるよ。後半ただの悪口じゃない。サスケ、お前が俺のことをどう思っているかよくわかった。主君として部下の期待通りに行動してやらねばな。切る。やった。本当にためらいなく切りかかったぞ。でもサスケ殿も表情一つ変えずに受け止めてる。慣れてるってことかな。怖ー。なかなかの反応だ、サスケ。だが、どこまで持つかな。旗色が悪くなったようだ。俺はこの辺りで失礼する。マキビシ。ラマル君、君にはまた近いうちに会うことになりそうだ。そんな予感がする、マキビシ。その時は絶対に負けないんだから。まきびしを投げながら普通に会話するな。こんなもので俺を足止めできると思うな、サスケ。36系、逃げるにしかず。これにてドロン。待て、逃がすか。はあ、結局勝負ついてないけど、相手がいなくなっちゃったことだし、俺の勝ちってことでいいかな。まったく嵐のような奴らだ。あの主君にして
あの忍びありか。上杉謙信はもちろん、サスケ殿も油断なりませんね。ああ、とぼけた言動をしながら、鋭くお前を観察していた。お前の実力や素性を見極めようとしていたのだろう。世の中にはあんな忍びもいるんですね。俺ももっと自分磨きしなきゃ。賢女様、先に行っててください。俺はまきびしを作るために菱の実を拾ってきます。お前はいつでも前向きだな。そうじゃなきゃやってられないことってありますからね。お前のそういう姿勢は私には少しだけ羨ましい。え？先に行くぞ。賢女様、俺はあなたがまた昔みたいに笑ってくれれば。何か言ったか？いいえ、何でもありません。そうか、ならばよいが、あまり遅れるなよ。あ、はい。大丈夫、俺は俺で頑張ればいいんだ。それにしても、さっきの話に出てきた女の子、安土にいるなら、近いうちに会えるかもしれないな。これから、大変なことはいろいろあるだろうけど、楽しみが一つだけ増えた。サスケ殿や剣心殿だけじゃなくて、剣女様にまで好かれてるみたいだったけど、どんな人なのかな。俺のこと、好きになってくれるかな。なってくれたら嬉しいな。